レッドロックスとはアイルランドで生産された競争馬、シュボバ。競争馬としてのみならず、シュボバとしても大成功を収めたガリレオの初年度3区であり、ブリーダーズカップターフを含む G1 競争2勝を挙げた。9月にニューベリー競馬場で競争馬デビュー戦、迎えたが9着、その後2戦したが2着が最高順位で、勝利できずに2歳を追い用に入った。 休養を終えて、4月の復帰戦で、初勝利を挙げると、続く、準重賞の制止、重賞競争初挑戦となる、キングエドワード7世ステークスでは勝ったペーパルブルから、首差での2着となり、G1 競争初挑戦となったパリ大賞では、レールリンクに敗れたが2着となるなど前線した。さらに8月のグレートボルティジュールステークスでは、ユームザインに、 頭差で破れての2着、9月のセントレジャーは3着と、勝ちきれなかったものの、11月には、初とベし、ブリーダーズカップターフに出走。1番人気のハリケーンランや2番人気のイングリッシュチャンネルといった、競合馬を相手に6番人気で制し、G1 競争初勝利を挙げた。管理するミーハンにとっても、ターフでの勝利が、ブリーダーズカップ初競争初勝利であった。 レース後は帰国して、休養に入った。コバとなっての初戦は、海外遠征を行って、ドバイシーマクラシックに出走したが9着だったが、帰国後の4月には、ゴードン・リチャーズ・ステークスを制している。以降、G1 戦線を走るが、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスは4着、休養を挟み出走した、アイリッシュ・チャンピオン・ステークスも4着、2年連続出走となった。 ブリーダーズカップターフで3着とまたも勝ちきれなかった。11月に行われる第27回ジャパンカップへの予備登録を行い招待を受諾したが、後日調整不足を理由に来日を断念して出走を辞退した。そのため予定を変更して12月の第14回香港バーズに出走したが急着という結果に終わり、帰国後は休養に入った。五月に 実戦復帰し、復帰戦となった条件ステークスを制して約1年ぶりの勝利を挙げた。しかし続く、コロネーションカップは6着という結果に終わったが、次は3度目の渡米を行い万能をステークスに出走し、初のシバレース挑戦で2着となったカーリンに2場審査をつけ、G1 競争2勝目を挙げた。その後、 10月25日のブリーダーズカップターフに3年連続で出走したが10着に敗れた。2月1日のガルフストリームパークターフハンデキャップから始動したが8着に終わった。その後ドバイに遠征し2年ぶりにドバイシーマークラシックに出走したが12着と大敗した。半年の休養を挟んで9月27日の カンバーランドロッジステイクスでは4着、4年連続での出走となったブリーダーズカップターフでは5着に敗れて、その後引退が発表された。2010年からイタリアのアルバメントイルグリフォーネで種ボバ入りした。2015年からはアメリカのカルメットファームに移動して引き続き強要されていたが、2019年1月18日になって、2018年9月に、 カルメットファームで死亡していたことが報じられた。父父のサドラーズウェルズと母母夫のフェアリーキングは、父母ともに同じである、全兄弟にあたり、血統構成的には非常に近親度が高い配合と言える。ありがとうございます。